どうも皆さん、こんにちは。ワンダーバルーン、手札全部捨てて焼くリュウです。さあ本日はですね、新パック登場してるんですけども、新パック全く関係ありません。新パック全く関係ないやべえデッキをね、皆さんにご紹介していきたいと思います。また来ちゃいました、また来ちゃいました。デビューフランケンさん、運営さんね、またやらかしまして、またやらかしたんですよ。スキルですね、スキル、DS じゃ DS ね、桐生京介さん、不満足さんのスキルで俺の方が早かったっていうスキルがあるんですけども、これね、どういうスキルかっていうと、デュエルの1ターン目の開始時にその先行のターンプレイヤーのライフポイントを2000回復させるっていうスキルなんですよ。先行を、取った方が2000回復するんで、これ相手が先行取っちゃうと相手が2000回復するんですけどこれ自分が先行を取ると自分のライフが2000回復するんですね。つまり6000ライフスタートになるんですよ、先行取れれば。あれ先行ライフ6000、あれっていう、まあコンボになっております。これ先に言っときますね。コインで高校取ったら負けです。だから黄色押してください。コインはクラクラーンってなって、CPU 勝手に決めると思うんですけど、あれ気合で黄色を出してコイン先行を取ってください。先行取ったら手札4枚スタートして、ライフ6000スタートなんで、マジでお邪魔キング降臨するんですよ、簡単に。で、一応これ前もやりましたけど、デビューフランケン降臨させるギミックはダウンビートっていうのは相性が良くて、このレベル3の闇属性機械属にダウンビートを打つとこいつぶち込め出てくれるのでね。だからしかもチューナーがいるんでね、これ2と3でシンクロ召喚してアルマネスになったりもできるんで、まあ、そういうギミックで、やっぱりそのライフコストゼロと違ってキャバラリーを立てることはできないんですよ、デビルフランケンの横に。なのでキャバラリーはもうキャバラリー使わないんですよ、このデッキ。なんでですね、先行で、まあこれはもうおまけでこんなモンスター出さないんですよね。これを出して横にこれ立てるか、もしくは、壺で先行を抑えるか、もしくは、最高ショッカー出すか、どっちかですね。どっちかで完全に先行制圧をします。初めに言っておきます、マジでこのデュエル、このデッキじゃんけんでいいです。じゃんけんでいい、デュエルする必要ない、わざわざ遊戯王を回避する必要なくて、マジでじゃんけんでいい。早速ね、遊戯王デュエルリンクスっていうのはじゃんけんやっていきます。デュエル、はい、先行取ったので私の勝ちでいいですか、我の勝ちでいいですか、俺の方が良かったはい、勝った、第3巻。はい、まずじゃんけんに勝ったことによって勝負にも勝っていく。遊戯王デュエルリンクスはじゃんけんだということをしっかりと分からしていく。さあ、デビルフランケンをデッキから特殊召喚していく。デビルフランケンのモンスター効果発動。さあ、現れるお邪魔金アンドラ、まあ、ウィッチクラフトかなんかですかね。ウィッチクラフトはマジでモンスター出せなかったらほんと何もできないんで、さすがに大丈夫だと思うわ、さすがにいける。さあどうするんでしょうか、パンドラ選手どうするんでしょうか。さあ、やりようはあるんでしょうか、このカードを突破する手段はあるのか。さあ、カードを1枚セット、ギャラクシーサイクロン、なるほど、ギャラクシーサイクロンで言ってくれたサボタージュを破壊していく。さあ、お相手の方、海馬社長、よろしくお願いします。デュエルスタンバイ。はい、勝った、はい、勝った強すぎ、このデッキ強すぎだろ。デビルフランケンを素引きしていく男、さあデビルフランケンに愛されし男。さあ、モンスターゾーンを3つ埋めていく。さあ、ブラックフェザーもう出せない、おそらくブラックフェザーで、これで俺はターンをただ終了していく。さあ、ブラックフェザー厳しいです、非常に厳しい。さあ、何かできるでしょうか。さあ、黒い旋風発動。さあ、モンスター出せない、モンスターは出せない。さあ、コズミックサイクロンをぶちかましていく。おっと、自殺か、おっと、自殺だ、おっと、自殺死亡者来ました。何もなくなって笑った。なるほど、人思いにクリボールとカイデルとケアして殺してやるよ。ジェネクスコントローラーを召喚、レベル2、デビルフランケンにレベル3、ジェネクスコントローラーをチューニング。はい、新規の召喚、カイトロイドとクリボールはしっかりとケアしていく。守備表示にしてバトルフェース入っていく。対戦ありがとうございました。いや、やばい、ちょっとマジでこれデュエルリンクス、マジ神ゲーすぎん。
さあお相手の方、海馬木馬選手よろしくお願いします。ゆる3倍。さあ俺の方が早かったぞ、俺の方が早かった。ジェネックスコントローラーを召喚していく。さあダウンビートの効果を発動。これマジ先行取ったら4倍スタートだからな。もうシンプルにあの LP 増強ベータの上位互換みたいなね、まあ、先行取った場合は、まあ、手札が1枚増えてるんでみたいなところあるんですよね。これこんなにキス、そしてあの先行取らないと負けなんで、なんかね高校で勝とうっていうね、の甘いですわ。こんなデッキは先行取れんかったらもう潔くデッキの上にされん、あのデッキの上に手を置けっていう話ですよ。簡単に言うとね、もう高校で勝つことはやめよう。デビルフランケンでもう先行完全制圧に全振りしましょう。だったらこのスキル最強ですよ。だったらこのスキル最強。さあ黒の魔導陣発動。いいだろう、トラップカードを2伏せしてくんねえかな。トラップカードを2伏せしたらマジでやばいこと起きるよ。トラップカードを2伏せしたらマジやばいこと起きる。はいはい、やばい、これやばいこと起きた。ちょっと見てくれよみんな、これこれ見て、この状況、この状況見てこれ。神ゲー、神ゲーすぎる。なんだこのゲーム、なんだこのゲーム。自分だけ満足デッキきた、自分だけ満足デッキ。これで満足するしかないだろ。お前は満足か、バトル。やばこのデッキ。先行じゃあ高校、はい、お疲れっす。これ負けていい、はいはい、おつ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 、楽しいな遊戯王、遊戯王楽しいわ。遊戯王デュエルリンクスマジ神ゲーだわ、神ゲーやこれ。コマミさんありがとう。